お疲れ様です吉谷さ,さんは私にはねできないことがたくさんできると思います、まあ、その一つがあのやっぱりね常にセールスが成功しているってことなんですよね、えーまあ、20万とか30万といういわゆるまあねちょっと骨太の情報商材を 意識して売ろうと思った時に必ず吉谷さんのマーケットで売れてるってことが今回も証明されたんじゃないかなと思いますよねで、そういう点で言うと私はどっちかっていうと綺麗な言葉を使ってますけども人に商品を売るのをねビビってるわけなんですよ20万とか30万って商品を売って切られたらどうしようと、これで結果が出なかったら悪い評判が立つんじゃないかなとか少なくともその人との縁が切れるんじゃないかなってね恐れてるわけなんですよね 商品では自分では上級のものが提供できると言いながら結果が出なくて信頼を失うことを恐れてるわけなんですよねそういった意味では吉田さんはねやっぱりビジネス向けなんだろうなと思いますで私ができてないことがもう一個ありますそれはですねあの言うことを聞いていただくってことですよね私の言う通りに素直にそれをやる人ばかりっていうわけではないんですよあの私はですね 今投資の専門家として、まあ、いろんな案件を紹介したりとかねまあアフィリエイトではないんですけどもこんなものがあるよっていう風に紹介したりとか私なりの感想とかを言うことがあります。えー、っとねバイナリーオプションにしてもブックメーカーにしてもまあ私もですね講師をするぐらいの力はあったり実績はあるんですけどもただねそれを同じようにできる人っていうのがあまりいないと思うから伝えることはありませんしブックメーカーやねあのー バイナリーみたいなものよりも FX FX ってていいいいうう基基礎礎があああればんいいんだという考えもありますすのの投資の基礎は、FX、にあるんですよね、うん、それ以外のルートは別に通る必要なくってバイナリーやブックメーカーまあ特にバイナリーですけどバイナリーオプションで勝てるってことは FX でもっと勝てますんで勝ててない人がバイナリーにね、えーまあ、ばっかり固まってるとも言えないですけどもバイナリーがたまたま好きで本気でやってるかもしれませんけども、うん、やっぱりねその 相対取引っていう形を取った要するにブックメーカーのあじゃあバイナリオプションかバイナリーオプションという会社とお客さんっていう関係でやってる以上ね会社対個人なわけですよで個人が勝ちすぎると会社が潰れるんで会社は一定の利益を残すと一定の利益を残すためには個人のお客さんにはある程度ね、えー、まあ資金を失ってもらうっていう形になるんでだからユーザーは稼げないもう最初から負けるのが確定してるようなね そんな、あの、バイナリーオプションなんですよ、うん。もちろん勝ってる人はいますよ。でも勝ってる人はたまにしか出ないんで、その人から学んでも勝てないというね、なかなか勝てないと。でも FX はあ相対ではないんで、どっちでも勝てるんですよ。ドルでやろうが、円でやろうがね。うん。で、市場の大きさもありますんで、勝ちやすいということです。市場がちっちゃいものほど勝ちにくいですから。あの、勝ってる人は居座るんで、負けてる人が入りにくいんですよね。<laughs> FX はそれがないんでね。 すごく安いと思いますでもまあこの投資の話いろいろしましたけども私もね投資の原則っていうのを設けてカリキュラムの中で塾生さんにお届けしてるんですけどもまあルール守んないですよね理由は明白で、えー、2つあります一つはですね私の紹介する案件が硬すぎるんですよ信頼と安心しかないんですよだからリスク管理の意識が飛ぶんですよねなくなるんですよでどんどん資金積んじゃうんですよね私がたまに叱るわけけなんですけども でもう一つ理由はですねうんまあそれだけでいいかなうん、まあ、それだけでいいですねうんあのやっぱり人って安心とか確信を意識するとリスクヘッジが意識できないんですよねだから素人なんですよ、うん、どんだけやっても勝てない人こういうのはいやむしろ安心とかね確実ってものが、うん、絶対ではないと思ったらいつもリスクヘッジを意識してリスクヘッジをやるわけですよ だから全,自身全資金がなくなるってことはないですし、えー、何かの案件がポシャっても特に暮らしが急に変わることはないんですよねでも多くの方っていうのは信頼できるもの1個あるとそこに資金を傾けちゃうんでそれが何かの不具合を起こした時に再起不能になるわけなんですよねだからやっぱり投資の条件っていうのは非常に大事だなと思います私の決めた投資の条件っていうのはいつも言ってますけども投資っていうのはまずはね前提条件として 余剰資金でやるここととってことですよねで余剰資金の定義っていうのは10秒後になくなっても全く困らないお金っていうことですよね。で、えっと、投資の4原則いつからいつまでやるのかってこと1つ目2つ目はいくら稼ぎたくってそれをやるのかってことで3つ目はですねえー、3つ目なんて言ったかな失礼しましたもう眠くなっちゃいましたね <laughs> えー、3つ目ってのがですね いくらの資金を投入すするかってことなんですよ最大でいくらまでいくかってこと。で、4つ目が、いくらの負けだったら共有できるのかっていうふうな話ですよね。で、4つ目っていうのは非常に大事で、いくらの負けだったら共有できるのかって決めてて、例えばね、それがあ5万円だとするじゃないですか。そしたら、5万円以上市場に入れなくていいわけじゃないですか。うん、こういうふうな感じになってるんですよ。もしくは10万円入れるんだけども、5万円残るような活動をするとかね、バランスを取るとかね。でそうすると、 投資でいくらお金を失っても暮らしには困らないしビジネスには困らないって形がで,できるんですけどもなぜかねあの事業資金生活資金投資資金を、まあ、一緒くたにしちゃう人がいるんですよ一緒くたにする時点でもうねあのビジネスすらやる必要がないっていうかこの資格がないと思います私は。やっぱりあらゆるものをおなんか袋にね茶封筒に分けるみたいにこれは何々をこれは何々をこれは何々と分けてそのルールを守るっていうことが 投資ででであありりビジネスであり社会活動ですからねうん、でもこの辺がねうまくいってない方が多いんじゃないかなと思いますそれはね総会塾の中でもあの私の教えを守んない方って結構いるんですよ、うん、だからダメだなと思います自己判断で失敗すると <laughs> で私が教えた通りにやってる人はずーっと資産が増えていってるんですよで仲良しもたくさん増えてますでも私のルールーを守らない人 ねまあ、私のルールが全てではないんですけども速化塾に入塾した以上私の言うこと聞かないと正しい結果は出ないんですよねでもやっぱりね自分の判断とかよその塾でこう言ってたよってなっちゃうんですよいやいや人生皮肉かなというところで今日のお話を終わりますありがとうございました